はい、シェロックマンです。はい、こちらもう持ってますね。これアームドファイター、はい、これマニアックな 3D 対戦格闘ゲームですけど、やってみたいと思います。はい、これどうやったかな。これゲームソフト持ってるけどやってない気するんですよ。買っただけで、おそらく初めて、多分初見プレイだと思います。はい、多分やってないと思うんですよ。少ないな、キャラ1,2,3,4,5,6 7人か、中途半端な人数やね。だいたい8人が多いんですけど、7人ってえらい中途半端やな。はい、これなんかバンプレストのね、あれですよね、バンプレストの対戦格闘ゲームなんで、結構期待できそうです。バンプレストってなかなかね、いいゲーム多いから。あ、いいな、面白そうやん。うお、飛び道具あるんや。ってことはこれあれか、 3D 対戦格闘に近いのか。ちょっと待って、説明書あるから、ちょうどキャラクターの必殺技コマンドがあるんだったら。あ、でもあれか、 2D 対戦格闘っぽいコマンドじゃないんや。 3D 対戦格闘ですね、コマンドは。そっか、ストツみたいな感じではないのか。ストツというか 2D 対戦格闘的な感じではないんですね、その格闘、そのゲーム性としては。たまたまこれはあの飛び道具持ってるっていう。あれ、ちょっと待って、後ろ向いたままなってたな、今。ちょっと今後ろ向いたままになってたようなところが、ちょっとスラムドラゴンみたいな感じでもあるな。よかった。KO、フェイ、ウィン。面白いね、なかなか。ラウンド2、セットフリー、ファイト。飛び道具にこだわらん方がいいかもしれんな。普通に打撃だけでもう十分勝てそうな感じがするね。 3D 対戦格闘ですからね、打撃だけで十分な気がします。アンディって名前な、あいつ。フィストにもアンディというキャラいたな。昇竜拳みたいなネタ、フィストとかのガロ伝説のアンディ・ボガードもそうですよね。アンディですからね。 KO、フェイ、ウィン。うん、あんまり手こずらせないでよね。アームドファイター、エピソード2。あ、そうか、2面ってことやね。ね、これ、あ、女性キャラなん、これ。うわ、強い。昇竜拳みたいなのあるね。強い。うわ、強い。傘みたいなつけてるのが。ブランドル、ウィン。ブランドル。セットフリー、ファイト。もう、昇竜拳やん。勝った。パーフェクト。パーフェクトや。ウィン。珍しい。ラウンドファイナル、セットフリー、ファイト。
あ、取れた。傘みたいなの取れた。あ、なんか必殺の一撃みたいな感じなんかあるんやね。勝った。 KO フェイウィン。さあ、どういうことか話してね。はい、まあ、なかなか面白いですよね、これもね。ラウンド1セットフリーファイト。女性キャラっぽいな、これも。ドミノラ。おお、ああ、向こうも飛び道具持ってるやん。昇竜拳みたいな技もやってきたな、今。飛ぶ道具持ってて昇竜拳使えるってことは、向こうライバル的な感じか、この2人って。もしかして、ああ、やばい、負けた。KO ドミノラウィン。何も言わないな。セットフリーファイト。強い。勝負やけどな。あー、負けた。なんかやってきたな、超必殺技みたいな。ドミノラウィン、負けましたね。引き返しなさい、今なら間に合う。コンティニューラウンド。あー、やっぱりキャラクターチェンジできないんや。もう基本キャラクターチェンジできないんですね、コンティニューしたときに。こういう 3D 対戦格闘はね、 2D 対戦格闘はね、キャラクターチェンジできますよね、ほとんどのゲームがね。ゲームはだってコンティニュー使ったときね。人工っぽいのを使ってみるか、これ。あ、今敵も選べたんか。同キャラになっちゃってる。敵もキャラ、主人公選んじゃったよ。同キャラにしてたよ。あ、基本的に飛び道具使えるキャラ結構多いですね。ダンパピンクって聞こえるな。幻影闘技とクリティカルブローもあれでじゃなかったっけ、ドランプレストじゃなかったっけ、違ったっけな。カイウィン。まあいいや。ラウンド2セットフリーファイト。ダンピング。ダンパピンク。ダンパピンク。ダンパピンク。
ピンクではないけどな、黄色やけどな、オレンジって感じやけどな。幻影闘技もワンプレストですね。幻影闘技とその続編のクリティカルブローもあれでしたよ。これ敵選べるんですね。まだ出てきてないやつ選んだ方がいいな。あ、ちょっと待って、ワンピーになってるやん。ちょっと待って、あれ、クリアした、面クリアした後ってキャラ選べるの、このゲーム。一回一回、それは知らなかったな。今初めて気づいた。そっか、ステージクリアするごとにキャラ選び直せるのか。お、かっこいいやつやな。これライバルキャラちゃうの、これ主人公の、もしかして。やられた。あと、あのハドソンのブラッディロワシリーズもそのうちやりたいですよね。とりあえずね、対戦格闘ゲームもね、片っ端からね、やってないやつやっていこうかなと思ってますんで、あの対戦格闘ゲームと、あのシューティングに関してはね、片っ端からやってないゲームをね、どんどんやっていこうかなと、はい、思います。知らない対戦格闘ゲームとかね、知らないシューティングをどんどんやっていこうかなと思ってます。うわ、強いなこいつ。いつもの調子はどうしたんだい。いつもの調子はってことは、やっぱライバルキャラっぽいね。これまだ見てないんですよね。これ使ってみるか。で、これ相手にしましょう。なんかアーマーみたいなのまとってんですね、このゲームのキャラって。なんかアーマーみたいな着てるというかね。強力な昇竜拳みたいな出すな。強い強いな。プレジデント、ラウンド2、セットフリー、スパイト。おお、なんか吐いたぞ今。口から光線みたいな吐いたな。口から開口線みたいな出したな。ウェーブシザー。波のハサミってことか。ウェーブシザーやから。さっきの女の子のキャリよりはこっちの方が強い気がするけどね。ドミノラウィンディ。
セットフリー。スパイク。ウェーブ起動。これ超重拳みたいなのが結構強力なんですよね。主人公はマイス強くなかったな。女性キャラなんか絶対強いよ。勝った。KO。ドミノラウィン。飛び道具がある 3D 対戦格闘ってちょっと珍しいですね。2D のあのなんつうか。あの性能ではない 3D 対戦格闘で飛び道具があるっていうの一回かこれ主人公選べるんですよね。今度これ使ってみるか。で相手これにしてみよう。面クリアすることにキャラ選べるっていうのは斬新ですね。なかなかそういうシステムもゲームもないです。あ、色変わった。あ、そうか、敵やからね。飛ぶ道具持ってないんやこのキャラ。あ、あるじゃん、あるわ。そうそう、後ろ向いてんねんな。なんか知らんけどもスラムドラゴンみたいになって思ってる。基本的にみんな飛ぶ道具持ってるって感じなのかな。もうなんか出たな今。KO セイウィン。ラウンド2セットフリーファイト。ラウドレッキロラウドレッキロ行くぞ行くぞラウドレッキロ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 行くぞ。勝った。KO ハンウィン。ラウンドファイナルセットフリーファイト。ラウドレッブロー。パンチ結構強いな。ラウドレッブロー。よかった。KO ハンウィン。でこれでまたキャラクター選べるわけやんね。ここは子供の遊び場ではないぞ。これでやってみましょうか。これはなかなかね、面白いですよね。これはこれでね、まあ、ゲームソフト持ってるのにあんまりやってなかったって感じで、やっぱりねほぼ初見に近い感じ感覚ですよね。あ、こいつもちゃんと飛ぶ道具持ってますね。怪奇列弾。パワーウェーブみたいなね。怪奇列弾。勝った。KO アンディウィン。ラウンド2。これはセットフリーファイト。強ウルフというかウルフ的な感じやね。狼系って感じの狼系のキャラって感じがします。どこ撃っとんねん俺。あ、蹴りが強いな。蹴り系が。あ、負けた。
KO ブランドルウィン。ラウンドファイナルセットフリー。親帰ってきたかもしれないな。親はちょっとワクチンの接種に受けに行ってたんで、まあ、30分ぐらいで帰ってくるかなっていう感じはしますけどね。6回目のワクチンですよ、うちの両親に。僕はまだ4回目ですけどね、4回しか受けてないですけど、はい、KO アンディ・ウィン。はい、これでまたキャラチェンジできると。じゃあこれ使ってみましょうか。あ、親帰ってきたな。相手も選べるっていうのは、一回倒した敵ももう一回選べるってことなんかあれ、これ。対戦モードみたいになってるね、普通の。あれ、飛び力出ないやん、このキャラ。飛び力ないやん。よくないやん。あ、あるわ。出にくいな。レディーソード。レディーソードってゲームありましたけどね。PC エンジンの。KO。ブランドルウィン。ラウンド2。18禁のゲームでレディーソードってゲームありましたね、 PC エンジンで。出にくいな、でもレディーソード。レジに向かってソード投げるというね。いい勝負だけどな。あ、吐いた。なんか下伸ばしてる感じに見えたな今。はい、 KO ブランドルウィン。はい、次に戦う時までに修行しておくことだ。はい、主人公にしてみるか。結構勝ってるな。ラウンド1セットフリーファイト。ブラックキャノン。これもしかして普通の対戦モードこれやってんのかな。ストーリーモードとかじゃなくて、キャラ選べるってことはそういうことやんね。 KO プレジデントウィン。ラウンド2セットフリーファイト。強っ。あんな攻撃があんの？勝った。KO プレジデントウィン。独房行き、そうか。これで一応一通り全部使った
ってるね、キャラ。これ普通の対戦モードちゃうの？これ一応一通り使ったけどな。ちょっと待って、ちょっと戻ってみるか。え、これも普通の対戦モードやったんかな。おかしいもんな、だってキャラクター選べるってのがおかしいもんな。ストーリーモードやってたんじゃないの？これあれや、これしかないのかな。ちょっと待って、モードセレクトみたいなのがないもんね。対戦モードしかないってことか、このゲームって。そんなんある？なんかドラゴンボール Z スーパー武闘伝3みたいな対戦モードしかないゲーム。タイトル画面、あ、これや、わかりにく。ストーリー、 VS コム、 VS ヒューマン、コンフィグ、わかりにくいなこれ。じゃあ俺対戦モードやったんかもしれんな、今まで。あ、これこれこれ別にね、システムコム、画面のあれに凝りすぎて分かりにくいな、これ。あ、こう。ちょっともう一回やってみましょうか。ショルケン出た。そうや、これ普通のストーリーモードやんか。俺がさっきやったのは普通の対戦モードやってたんや。どうりでキャラが選べるわけや。もうラウンド2になっても、あの傘みたいな取れた状態になってるね。
それで負けたんよね、さっきやった時は。強くて。うわ、強い。同じような技使うね、これ、どっちもね。ライバル的な感じするな、やっぱり。うわ、やばい。うわ、強いな。ええ勝負やったけど。ドミノラ、ウィン。ラウンド2、セットフリー、ファイト。ええ勝負やな。勝った。KO フェイウィン。ラウンドファイナルセットフリーファイト。やばいやばい。今回やばいな。負けた。KO ドミノラウィン。はい、こんなものにしときましょうかね。はい、終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。